スティーブ・マーティンは、アメリカが衆国テキサス州、米コ出身のコメディアン、俳優、脚本家、ミュージシャン。サタデー・ナイト・ライブ出身。イングランド、スコットランド、アイルランドの血筋を引く。幼少期にディズニーランドの近くへ引っ越し、ランド内のショーを見るうちにショービジネスの世界に憧れるようになる。大学では哲学を専攻していたが、中退して、 UCLA で脚本の勉強をしながら、ナイトクラブなどに出演し始める。1969年に TV の脚本でエミー賞を、1977年と1978年にグラミー賞のコメディレコード賞を受賞したほか、1977年のアカデミー賞において、ボンヤルウェーターでアカデミー短編賞にノミネートされている。やがて、サタゲーナイトライブに、 たびたびゲスト出演するようになり、人気が急上昇。ジェリー・ルイスや英国のテレビ番組などの影響を多く受けている。なんとも表現しがたい、無邪気な笑顔で、独特のリズムのまか不思議な体の動きをし、また他方もない、馬鹿げた内容を、やはりニコニコしながら喋る。しかし、決して下品ではなく、非常に知的で洗練された芸である。サタデーナイトライブで演じた。 エジプト人のダンスやダンウェイ・クロイドと組んだチェコ出身の兄弟などはその典型。出演映画では初期のカールライナー監督作の4作品や西部劇スターが本物の英雄に間違われて強盗に襲われるメキシコの村を救うサボテン・ブラザースはカルト作となっている。コメディ畑であるため映画においてもコミカルな役柄や演技が多いがスパニッシュプリズナー。 ノボケイン、極部麻酔の罠、我が町などでは、シリアスな役柄での演技も披露している。2001年2003年2010年のアカデミー賞、受賞式では司会も務めた。パブロ・ピカソ、デビッド・ホックニー、ロイ・リキ・テンスタインなど様々なアートをコレクションしている、ことでも有名。2006年には、エドワード・ホッパーのホテル・ウィンドウを26.8ドル、ミリオンで落札した。 関連して、原作、演出、主演を務める儀曲、ラパン・アジールに来たピカソがある。近年では、バンジョープレイヤーとして、バンド活動にも熱心である。バンジョーの名手、アール・スクラッグスと交流があり、アール・スクラッグスヒズ・フレンズというバンドでも、活躍していたほか、スティーブ・マーチンザ・スティップ・キャニオン・レンジャーズとして活動している。1986年に、 女優のビクトリアテナントと結婚し1994年に離婚。2007年にライターのアンストリングフィールドと再婚した。2012年12月に実に67歳にして第一子が誕生した。ストリートダンスの基本ステップに彼の独特な動きを元に作られたスティーブ・マーティンという名のステップがある。このステップ名は世界共通であり、矢座における ストリートダンス検定にも登場する。1996年に行われた夕張国際ファンタスティック映画祭に花嫁のパパに風切りのプロモーションを兼ねてマーティン・ショートと共にゲストとして来日した。ステージ挨拶ではショートと以前共演したサボテン・ブラザースの劇中華を披露した。なお、同年の映画祭には小林明や桃井香織、チャウシンチーラが顔を揃えていた。 2014年8月に、名優のロビン・ウィリアムズが逝去した際には、ただ呆然としている。人間味あふれ、才能豊かで、純真な心を持つパートナーだったとツイートした。2018年に公開されたドキュメンタリー、ロビン・ウィリアムズ笑顔の裏側では、ロビンは、舞台上では、実に、心地よさそうだった。でも、ひとたび舞台を降りると、 心を落ち着かせようとしているように僕には見えたよと振り返った。2021年1月17日に新型コロナウイルスのワクチンを接種。良いニュースと悪いニュースがある。良いニュースはワクチン接種を受けたこと。悪いニュースは僕が75歳だから接種したこと。ニューヨークの会場運営はシルクのようにスムーズだったよ。 アメリカ陸軍と国家警備隊が完璧に切り盛りしていた。みなありがとう。サイエンスよ、ありがとうとツイートした。ありがとうございます。